ファブリックチャンネル始まるよ。今度はルート、その指定されたところのところのやつをやってみたいと思いますけど、テープがついてますよね。でテープの同じ色のテープをたどっていくんですよ。でこのね、初めてのお使いって書いてあるで、グレードって書いてあるでしょ、これが9級なんです。10級からどんどん1級とか初段とかに向かって難しくなってるんだけど、その中でもかなり簡単な方、でルートの名前は初めてのお使いっていうルートの名前、で手も足も全部フンクテープで行くんですよ、でちょっとこれ最初に僕やった方がいいと思う、お願いします。このタグがついてるところが、スタート、両手で持って、で同じ足のところ、同じマークのところ、必然的に今手で使ったところが足になる、見落とさないように、でゴールは2つ、厳密では3秒ここにいなきゃいけないんだけど、まあそれは、でこれで人を帰りはできますよね、すでにこうやってるっていう、それで今僕は初めての機会が登れたんだよっていうことになる。わかりました。ちょっとこれやってみましょう。はい。うん、足を組んでね。うん。OK、OK。はいはい。はい、両手。1、2、3、OK。じゃあ降りてきてください。何使ってもいい、降りるのはもうね限定はなし、はい、それでできました。おめでとう、初めての使い完成しました。そうだよね。でここから、レベルをどんどん上げていって、自分がどこのレベルまでいけるのかっていう遊びをボルダリングって呼んでます。楽しいですね。ああ、よかった。本当にね。で、だんだんこう傾斜はこうついてくると、もっと負荷が上がってくるから、はい、今はほら、特に技術的なことって何も言ってないけど、はい、だんだん技術的なことはいるのはもうこっちの壁なわけです。はい。こんな感じで、ここは終了です。わかりました。本日もハイブリコチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ハイブリコちゃんはインスタグラムやツイッターでも見ることができます。こちらの方もフォローよろしくです。 Thank you for watching ハイブリコチャンネル。 You can see me also Twitter and Instagram, so please follow me. Thank you. See you soon. じゃあねー。